キチャンネル。ちょっ、こんにちは。アンダー24、さずざきチャンネル式日本代表選手。はい、ということでね、はい、まあ、今シーズンも、まあ、残りまだクライマックスとか日本シリーズありますけども、はい、シーズン終わって、うん、アジアチャンピオンシップ U24、うん、大会ありますから、はい、まあ、井端さん監督になってね、うん、というところでね、はい、まあ、いろんなね、裏情報聞きたいことがあったら、うん、ぜひ年末にあるさつらぎライブに来てください、はい、電波に乗せちゃいけないんで、いろんな情報あります、はいはい、ね、愛知と東京でやりますね。うん、そう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 、はい、さあということで、はい、ね、アンダー24、全員で25人です、はい、選手は。で、大体過去の例見てると、ピッチャー11人、うん、キャッチャー3人、うん、野手11人、うん、っていうところが大体の目安になってくるんで、はい、今大会が4試合です、うん、予選3試合、決勝か3位決定戦が1試合っていうところで、はい、全部で4試合あるんで、うん、まあ、先発は 4,5 人、はい、でリリーフが7から6みたいな感じだと思うんで、うん、はい、まあ、その中で、まあ、誰が選ばれるか知りませんけども、さずざきチャンネル式先発投手をね、見つけていきたいっていうところで、はい、まずはもう、うん、エースは、うん、戸郷です。はい、23歳、うん、入れますね、うん、今年さすがに戸郷でしょっていうね、はい、で続いて、うん、タイラス、はい、おお、そこまだ24以下か。ただ平24歳、はい、現状ね、うん、まあ、ここは入ってくるでしょうっていうね、はい、あと続いて、はい、宮城です。宮城も入りますよね、はい、絶対。うん、え、これフルメンバーと変わらんなピッチャー陣若いですね、うん、うん、で、はい、佐々木朗希です。そうですね、うん、うん、若い佐々木朗希。山本由伸投手がね、まだ25ですからね、うん、佐々木朗希ですけど、多分この大会は出ないと思うんですよ。だから佐々木だけども佐々木じゃない人を選びます。あ、なるほど、はい、本当は佐々木だけどみたいな。本当は佐々木だから、もし普通にアンダー24で先発4本柱ってなると、はい、戸郷、平、宮城、佐々木朗希です。はい、もう、うん、語れへんで、うん、だからここに村上が、おー、阪神の村上投手が、はい、村上来ます。はい、はい、これで先発4人なんで、はい、まあ、もう村上投手は今何歳ですか。この大会は、うん、24歳以下もしくは入団3年目まで入れるんで、はい、だから村上も入れる。おー、25歳だけど入れる、うん、3年目だから、ここだね、4本柱は、うん、すごいね。あとはもう1人ぐらいね、はい、入れとかなきゃいけないんで、先発の中もできるっていうような、はい、高橋宏斗です。はい、だってもう戸郷、宮城、高橋はもうフルでも入ってたからね、うん、こう強いな、はい、これでまず先発もできる、まあ、5人で、あとリリーフ、うん、山下俊平太もいるからね。そうですね、うん、でもまあ多分怪我だから、うん、出れないっていう、はい、強すぎるな、うん、フルとっていうことはもう長く日本強いな、ピッチャー陣こんだけ若いですから、うん、フルメンバーでもリリーフはね、まあ、本当は大勢湯浅いるからね、だけども、うん、ちょっと怪我なんでね、うん、ちょっと出られないし、出られないっていうね、うん、あと赤星もいるからね、隅田赤星、リリーフ桐敷やろ。おお、そこ行きます。左いるやんな、はい、うん、今年頑張ったから桐敷、あと入団3年目までいけるからね、はい、山崎伊織とか、うん、山崎伊織3年目です。じゃあ山崎伊織やね、今年25ですけど3年目ですね、うん、でもどっちかっていうと先発だけどね。まあそうですね、うん、まあまあ入れとこう。ワッピーどうですか。ワッピー、ん、ワッピー誰、ワッピー渡辺翔太。おお、楽天、楽天、お、入れとこ入れとこ、お、やった。松山ですか。おー、中日の、おー、いいね、守護神候補ね。あとは石井は、阪神、石井、あ、若いんじゃないですか、阪神、うん、ね、栗林3年目、3年目じゃん。いや、4年目じゃないですか。4年目、栗林って、違うか、牧選手とかと一緒だ。じゃあ3年目、3年目か、栗林いけるよ。お、いける、ここでリベンジしよう、守護神、先発戸郷、平、宮城、村上で、高橋朗斗、山崎伊織で、桐敷、渡辺、松山、石井、栗林 で、はい、でここは、まあ、ダブル先発とかもあるんで、うん、流動性を持ってやっていきます。はい、でキャッチャーはダブル古賀、ヤクルトと西武、うん、で内山、うん、これ野手も守れるんで、すごいキャッチャー古賀、古賀すごいですね、うん、で、野手、はい、セカンド DeNA 牧、3年目までだからね、はい、入れるんですね、うん、これね、ファースト、サード、サトテル、村上だけども DH もあるんで、うん、
そこをまあどう使うかなんだよね。だからまずね、ショート誰にするか。紅林、まあ、あ、紅林いいね。ショート紅林、外野万波、ライト、うん、ライト万波、オリックス東もいるね。あ、ピッチャーいいピッチャーいっぱいいるね。確かに。でレフト、秋広、うん、あ、小園もいるよ。ああ、まだそっか、うん、まあ小園ね、あのベンチに入れとこう、うん、小園。センター藤原、岡林、もう絶対センター岡林、うん、年齢分かんなくなるねですね。あ、でファーストサード DH で、だから里輝村上なのよ。ああと一人によってポジションを変える。あ、清宮いるから DH 清宮で、サード里輝でファースト村上で、控えに小僧のこうオーバーエイジは気にしてないから、まず、はい、足速いの欲しいね、門脇。ああ、でもショートばっかりになるな。小僧も入ってるし、石川昂弥、いやもうサードはいらないでしょ、もうユーティリティ系、ユーティリティ系欲しいね。中野とかその年齢が高い人たちは今のところ選べないですか。中野は3年目までやから選べるよな。いけます、うん、中野ベンチ牧いるからね、セカンド。はい、ちょっと外野いる。外野か、足速い外野、うん、野口かな。ああ、オリックス野口かな。野口も内野も守れるしね、うん、オリックスこれだね。で、内山も外野守れるしね、うん、で岡林真ん中守備方もいらないからね、そもそもで、なんかあったら里輝も外野守れるしね、うん、これでいいじゃん。これあと忘れてる人いないですか。大丈夫ですか。うん、これで十分強い。もう強いですね、うん、もうピッチャーも相当強いですね。ピッチャーは戸郷、平、宮城、村上、うん、で、高橋宏斗、山崎伊織、はい、桐敷、渡辺、松山、石井、栗林、うん、でキャッチャー古賀、古賀、内山、うん、でファースト村上、セカンド牧、サードさせてるショート紅林、レフト秋広、うん、センター小林、ライト万波、 DH 清宮で、中野がショートもあり入る、はい、1番センター岡林、2番セカンド牧、3番ライト万波、4番サード村上、5番サード里輝、6番レフト秋広、7番 DH 清宮、8番ショート紅林、9番キャッチャー古賀、うん、これだな。どっちの古賀ですか。うん、それピッチャーによって変わるからどっちかの古賀ですね、うんうん、これいいね、うん、里崎的アンダー24、はい、侍、うん、もしくは入団3年目以内の今回のアジアチャンピオンシップのルールに基づいて、うん、ここでだからあれだね、オーバーエイジ入れるとしたかったね、うん、29歳このままでも強いから別に入れる必要ないけどね、はい、オーバーエイジ何人入れられるんですか。3人で、29歳以下、はい、29歳以下か、うん、入れれるんだけど、はい、いやこれで十分強いよな。ショートが中野できるんだったらショート中野でもいいから、うん、全然いいね、はい、さあということでね、うん、あの皆さん、じゃあ皆さんのね、はい、アンダー24もあと入団3年目以内、はい、今回 のルールにのっとるようにね、うん、調べてぜひね、この中入ってなくて、うん、いやこの人も入れてほしいみたいなこうピンポイントでもね、そうだね、うん、いいね、はい、はい、ということで皆さんどうでしょうか。